どうも皆さんこんにちは、こんばんは。吉本プラモデル部ポーク鈴木です。ということで今回はこちらを作っていきたいと思います。144分の1プロトタイプグフ戦術実証機でございます。はい、ということですね。こちらはですね、機動戦士ガンダムジオリジン MSD オイルスーツディスカバリーのプロトタイプグフのキットでございます。最近ですね、ジオリジン周りのキットをちょこちょこ作らせていただいておりまして、今回はですね、こちらのプロトタイプグフの戦術実証機を今回はね、選んでいきましたので、今回はこちらを作らせていただきたいと思います。はい、ということで中身見ていきたいと思います。箱オープン。はい、こんな感じでございますね。グフのね、印象的なこのブルーでございますね。いろいろとね、いろいろと装甲パーツが入っております。はい、そして説明書が入っております。はい、ということでパーツを並べてみました。こんな感じでございます。多分ね、こちらの青がねすごく印象的だなと思います。はい、それでは作っていきたいと思います。はい、ということでボディパーツ完成しました。こんな感じでございます。はい、ということでここからどんどん作っていきたいと思います。ここからは早送り。はい、ということでプロトタイプ工夫完成しました。こんな感じでございます。はい、それでは見ていきたいと思います。はい、ということで1時144分の1プロトタイプ工夫戦術実証機完成しました。やっぱりこう最初から言ってますけども、このグフのねイメージのこうちょっと水色に近いブルーがね、やっぱ鮮やかでかっこいいなという印象でございます。前から見るとこんな感じ、後ろから見るとこんな感じでございます。可動に関しましては首がこのように、まあ、ポリキャップでくっついているので、まあ、左右に動きます。前の部分がね干渉するので、まあ、後ろにはまあ回せるんですけど、まあこれぐらいの動きは一応できます。で、モノラインがですね、ここにあるパーツで稼働させることができます。モノラインを稼働させることができます。肩が360度回ります。で、前後にも動きのある可動域となっております。で、腕が上下に上がります。このラクの肩アーマーがこうポカッパカッと動くような仕組みはありません。腕が360度回りまして、肘も上下に動きます。洗練装マシンガンもぐるぐると回っております。腰なんですが、若干横の動きはあるかなという印象でございます。360度回るということはありません。腰ハンマーなんですが、このようにポリキャップでついているので、ポリキャップ内の動きであれば多少稼働はします。で、腰は前にこのぐらいですね、触れます。で、腰開きのある動きも取れます。で、太ももは一応360度回るようにはなっております。で、膝もグッと2段階でここから曲がるになっております。で、足首もまあポリキャップの角の範囲内で、一応まあかかとも動くようにはなっておりますが、まあ一応足首はこのように動きます。付属パーツとして試作型ヒートロッド、そしてヒートフォーク、あとはシールド、そして、右腕部のアタッチメント、これは手は取り外せるようになってます。で、取り替える用の手がついております。一作型ヒートロッドに関してはこのように、自由に曲げることができるので、このように躍動感のあるようなポーズも取れたりします。はい、ということで、プロトタイプグフ作ってまいりました。やっぱりこうジオリジン系列のねキットはやっぱこう可動域も広いですし、
まあ、やっぱグフってね作ってみてやっぱ改めてかっこいいキットだなっていうのをね再確認させていただけるようなそんなキットでございました。ということで今回は144分の1 HG プロトタイプグフ戦術実証機でございました。動画のご視聴ありがとうございました。吉本プラモデル部チャンネル、チャンネル登録の方よろしくお願いします。この動画が良ければぜひグッドボタンの方お願いいたします。 Twitter、Facebook やっておりますのでそちらもフォローお願いいたします。ありがとうございました。